こんにちは、なべです。よろしくお願いします。前回は女子会でも少しカジュアルなアレンジをご紹介させていただいたので、今回は例えば、まあ、ランチもそうだし、夜のちょっとした集まりにもいけそうな、いろんなバリエーション、シチュエーションに合わせて、いけそうな感じの髪型を紹介したいと思います。じゃあ、早速よろしくお願いします。まず、トップ、少し、ベースに、ミックスで巻いてあります。32ミリのものを使いました。でトップの分け目を普段の場所より少しずらしてトップにボリュームが出るような位置を作りたいと思います。まずツイストラインを分けておきます。両サイドを分けておきます。ここから少しラウンドで、これだけし、割り取ります。で下は残しておいてください。ここを縫い代で挟んで、ここでちょっとこの下の位置にくるんですね。クルリンパをして、少し止めます。このフェイスラインこの高さを手口で引っ張って潰しすぎないように気をつけながら、こう2つに分けてあげて、同じ方向に向いて、握った方向と逆にロープ編みをします。その時に少し編んだら移して引き出しすぎてもし崩れちゃったらあーって思わずに一回戻してすぐ編み直してあげた方が簡単だと思うので、意外とリカバリーもしやすいのかなと思います。一度、はめておきますね。こちらも同じように。でこの状態で最初にくるりんぱしたここに持っていって貼り付けてこの下の位置に伸び止めたら貼り付けます。ちょうどゴムに巻き付けるような形ですね。で下に貼り付けて止めてあげます。最初に止めといた方も少し崩してあった方
して馴染ませていきます。サイドのこのロープ編みの部分とトップのところの崩し具合がバランスが合うように冷やしてあげましょう。説明としては、やっぱりここの耳にかかるような毛束とかが少しルーズになるようなバランスを取ってあげるといいと思います。であと、裾に落ちている髪だったりもするので、この辺を最後アイロンを当てて巻いて馴染ませていきます。最初にミックスで巻いてあるので、ある程度馴染んでると思うんですけど、少しエレガントさとプラスカジュアルさ両方持たせてあげたいので、カールが強めに出てるところとラフなところ両方巻いていきます。一つ結び短いアレンジだと割ときちっともしちゃうと思うんですけど、ハーフアップに近い一つ結びっていうニュアンスが表現としては近いのかなと思うんですけど、クリーム系のスタイリング剤を少し手に取って、顔周り、それから前髪、最後に少し整えてバランスを見ていきます。風が強い日なんかもこれにさらにスプレーとか足してあげて、キープしてあげるといいと思います。こんな感じなので、じゃあぐるっと一旦回ってまいりましょう。じゃあアレンジのポイントとしては、最初にお話ししたように、なんかいろんなシチュエーションの場に合わせられるような女の子の集まり、使えそうなアレンジということで、こんな感じにしてみました。ありがとうございました。